ばあちゃん。はい。ばあちゃんに内緒にしていたんだけど、実はさ、この僕が持ってる携帯電話おしゃべりできるわけよ。おしゃべりできるってか、誰か私が？人間とおしゃべりできるわけ、これ。これ機械の名前がさ、シリさんってわけよ。シリさん。うん。シリさんにさ、うん、話しかけてみて、ここのボタンを押してから。何喋るわ。何でもいいよ。こんにちはでもいいよ。ば。はい、喋って。はい、こんにちは。ようこそ。はい、ようこそヤンバルまで来てくださってありがとうございます。おばあとお友達になる？すみません。ならん。よくわかりません。あ、おばあちゃんの。おばあちゃんの言うことわからない？困っちゃうな。おばあは昔からずっと沖縄に。はい、よくわかりません。おばあ、ゆっくり、ゆっくり喋って。ポチって押してからゆっくり喋って。はい。おめえは女だな。すみません。よくわかりません。俺の言うことわからない？お前は。まだまだ勉強不足のようです。なんか質問してみたいさ、おば。今何時とか。15時41分です。やばい、やばい、僕の言葉に反応しよったね。うん、おばも押してくれてみて。今何時ですか？15時41分です。あ、もう3時過ぎてるんですね。押して押して。もう3時過ぎてるんですね。15時40分です。お姉ちゃんのお名前なんていうの？私の名前はシリです。シリがフルネームです。シリだフルネーム？シリだフルネーム？面白い名前だね。私にはどうお答えすればいいのか。できることはありませんか？私は生まれて初めてこれを使ってるので、何をどのようにして動かしたらいいかわからないんですよ。ごめんね。イワヌガハナというものでしょう。面白いこと言うね、あなた。そう思っていただけて嬉しいです。あ、もういいよ、もう。あれ。どうでしたか、機械と喋ってみて。信じられない。なんだっけのこれ。本物？本物？人？違う？機械？機械よ。人みたいでしょ。ええ。すごいよね。そんなあれも設定。